Shaking music, shaking TV, what do you? いや皆さんこんにちは、Shaking TV のShakingです。今日はですね、珍しく外からお送りしております。ここはですね、ジェームス唐木田店さんですね。こちらに今日はお邪魔したいと思います。現在ですね、なんとドライブ&ミュージックというテーマで、キャンペーンをねやってるそうなんですよ。ドライブとミュージック、税金しかないでしょう。店内行ってみましょう。いやー、広いですね。いらっしゃいませという感じでね、早速カフェがありました。コーヒー好きの僕としてはね、カフェ行きましょう。こんにちは。コーヒーを一つください。アイスとホットございます。はい、じゃあアイスコーヒーで、暑いんでアイスコーヒーにしましょう。かしこまりました。はい、いくらでしょうか。一杯100円になります。100円ということですね。100円、安いね。100円ちょうどいただきます。お待たせしました。ありがとうございます。よし、コーヒー片手に行きましょう。うん。100円とは思えないクオリティですね。雰囲気がいいですね。本当にカーショップとは思えないですよね、これだけ見ると。いや、いい雰囲気だ。さあ、まずはね、バッとこう目に入ってきたのがタイヤコーナーですよ。タイヤコーナーずらっとね、たくさんタイヤが並んでおります。テンション上がってきましたよ。これは見てください。これタイヤのホイールの種類、かっこいいね。こっちもかっこいい。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。これは2階が楽しみだね。これから2階に行きますよ。なんかね、すごいとこを見つけましたよ。これはね、結構初めて見ました。こういうのは見てください。このディスプレイすごいね。こういうのってなかなか見ないと思うんですけれど、ジェームスさんならではの、感じなんでしょうか。これはね、こっちすごいでしょ。これ車好きにとってはたまらないスペースですね。これは先ほどね、だいぶ男らしい感じのところを紹介しましたが、もちろん普通のこういうコーナーもあります。ここはね、ちなみに芳香剤のコーナーですね。香りって大事ですからね。いい香りを漂わせてドライブに行きたいよね。これなんかね、完全女性じゃないですか。女性にも嬉しいカー用品店で、こういうスペースがあるので、お子様連れの方でも安心ですね。さあ、こちらがね、ドライブ&ミュージックキャンペーンの、ジェームスさんの一押し商品ということなんですけれど、これですよ。なんか可愛らしい。これ何かと思ったらスピーカーなんですよね。これなんか小さいんですけど、ウーハー内蔵でいいサウンドが鳴るらしいんですよ。いや、これも書いてあるんですけれど、ね、洗車の時間がノリノリ、野外ライブに、次は何を聴こうか。なるほど。これね、要はこれ中で聴いてもいいし、これ持ちながらそのまま外にこう歩いていって、洗車しながらね、お子さんと一緒にミュージックを聴きながら楽しんだりすることもできると。これはね、楽しいんじゃないでしょうか。はい、それでこれ色なんですけれど、黄色ね、ブラック、ピンク、パープルの基本4色あるってことで、カラフルでね、これは可愛らしい商品ですね。はい、こちら Bluetooth 対応ということなんですけれど、スイッチはね、すごくシンプルで、こちら右側にすると Bluetooth、 お、ドゥルドゥルンとか言ってね、電気がつきましたね。まあ、左にやるとこれ LINE ですね。普通にコードをつないで、聞くこともできるということですね。これは便利ですね。ですごくシンプルで使いやすそう。さあ、今日はなんとですね、なんか車をご用意していただいたみたいなので、早速ね、ドライブに行こうかなと思います。 GO! ドライブに行こうかなと思ったんですけど、ピットが気になるね。ちょっとピット行こうか。お忙しいところすみません。まあ、メンテナンスが一番多いんですけど、まあ、故障したりっていうのもご相談には載ってます。ああ、本当ですか。ですね、はい、まあ一番はお客さんからありがとうっていうのを言われるときが一番やりがいを感じますね。そうですか、はい、まあ見ての通り、はい、外とつながってるんで、そうですね、冬は寒くて、そうですよね、夏は暑いっていうところですね。なかなかそんな過酷な環境の中で頑張られていますぜひジェームスさんでメンテナンスやったり故障した場合はピット長さんが即座にこう直してくれると思うので、ぜひ来てみてください。よろしくお願いします。暑いめちゃめちゃ今日天気がいいんでめちゃ暑いですね。これよし、エアコン入れていこう。はい、これからドライブ行くんですが、せっかくなんでミュージックかけていきましょうか。さあ、繋がるのか B よ。繋がったっぽいね。行きましょう。お、来ました。来たねー。これで行こうじゃないか。これでね、これシフトレバーとかにこうかけたら、おしゃれですね。よっしゃ、ノリノリで行こうやないかい、行こうやないかい。さあ、まあね、こうやっていろんな場所にこう引っ掛けたりできるので自由ですね。いやー、ちょっとね、今楽しく走ってきたんですけど、公園で休憩中です。ちなみに車内で、ガイドブックやね、食事をしてる時に手が開かないじゃないですか。そういう時に電話が来ても、この B よならワイヤレスで通話ができるんですよ。小さいお子様がいるお母さんにはとても親切な機能ですね。快適に通話ができます。この B よ、もちろん1人で使っても便利なんですけれど、例えば 4,5 人とか大人数でこうドライブ行くとしたら、俺の曲かけるよ、次は君の曲かけてみたいなね、いろんな人の曲がね好きにかけられるから、これは楽しくなりますね。星空を見上げて考えていたけど Wake up, let's start it all over. Cheer up, your turn is not over. 始めた雪は足跡消して真っ白な世界に一人の私、風や心にささやくの、このままじゃダメなんだと。やっぱドライブっていいっすね。やっぱね、ドライブ中しかミュージックがないと僕は生きていけないんですよ。派手に乗っていかないと、やっぱり運転はいやー、楽しかったなー。いやー、ドライブをしながら音楽を聴くって楽しいですね。僕はね、大好きですよ。今日はジェームズさんおすすめのドライブ&ミュージック体験させていただきました。非常に楽しい時間を過ごすことができました。それではまた次回の「セイキン TV」でお会いしましょう。 See you next time.